失敗するんじゃないぞ。お前が失敗したら営業一家の恥なんだからさ。いつも嫌がらせをしてくる寺島課長、嘲笑しながらネチネチとプレッシャーを与えてくる。正直この変な汗の原因はほとんどがこの男のせいなのだ。最近となっては彼のことを生理的に拒絶してしまうようになり始めている。でもそんな中でも仕事上のパートナーの水島さんだけが優しい言葉をかけてくれた。私は彼の言葉のおかげで大切な商談に臨むことができた。そして久しぶり。商談相手は約束していた部屋に入ってくるとすぐ私にそう言ってきた。少し驚きつつも私は相手の顔をよく見る。そして私の名前は北村なぎさ。とある菓子メーカーに勤めていて営業に出る人の補佐を担っている。基本的に仕事内容は営業の人が取ってきた案件や契約に関する書類や資料をまとめたり電話対応をしたりといった事務的なものが中心的。人前に出るのが苦手な私にとってはとてもやりがいのある仕事。一方で私が補佐している人は社内でも目立つほど成績が良い営業マン。名前は水島さんといってそろそろ昇進するのではとあちらこちらで噂されている。私としてはそんなにもすごい人の補佐をできることがとても誇らしかった。このままこの人と一緒に仕事をしていけたらなと時々考えたりもしていた。しかしそんな二人の仕事上の関係に対して不満を抱く人もいた。私の直属の上司である課長はどうも私のことを毛嫌いしているようだった。例えば他の人と比べて素朴な見た目、言葉を選ばないのなら地味な見た目をしている私のことをバカにしてきたりする。それから学歴マウント。課長は京都大学出身でエリートの道を進んできた人。多くの人の中でも特に優れているとも言える彼は皆から一応すごい人だと思われている。一方私はというと就職の際に提出した履歴書上では高卒ということになっている。こうなってしまえば学歴マウントを取られるのは仕方のないことかもしれないけど、課長の場合何かと理由をつけてそのことで小言をつぶやいてくる。その影響なのだろうけど課長に気に入られている女性社員たち、いわゆる腰巾着のような人たちも課長の言動に乗じて私にいろいろと言ってきたりもしていた。しかし幸いなことにこれらの原因は分かっている。私の仕事のパートナー水島さんだ。会社のエースである彼と目立たない私が組んでいることに不満を覚えている。普段から私たちのことを妬ましそうに見てくる彼の表情を見ればそうだとすぐに分かる。それに加えて彼は私が仕事ができない人間で、その分を水島さんが頑張って補っていると考えているらしい。これは腰巾着社員たちのこそこそ話を偶然聞いた時に知った。しかしそんな中でも水島さんは、渚の仕事は丁寧だし助かっているよとしばしば声をかけてくれる。正直私も普段の仕事の中で彼の足を引っ張っているんじゃないかって心配になっていたのだけれども、彼はいつも真剣な表情で助かっていると何度も言ってくれる。そのおかげで私は自分に自信を持つことができている。ある日私は課長が作成した文書に目を通す機会を得た。次の商談に関する文書だと彼は言っていた。作成したのは本人。これ近いうちに読んでおいてくれよな。はっ、まあ高卒のお前には何が書いてあるのかさっぱりだろうけどな。頑張って読解でもしておけ。はあ、わかりました。いつもの調子だから正直少し慣れていた。私は課長の言葉を聞き流した後で渡された文書にさっと目を通した。その時英語の綴りがところどころ間違っているのに気がついた。単なるミスならまだ良かったのだけれども、最後まで同じ単語のスペルが間違っている。
しかも一個の単語だけでなく、いくつかの単語でミスが見られた。これはさすがに言わなければならないと思い、すみません、ここの英語のスペル間違っているのですが、と言った。正直そんなことを言えばまたいろいろと言われてしまうことは目に見えていた。しかしこれは彼個人の問題だけでなく、会社の能力を疑われかねないもの。はあ？課長は不満そうにそう言いつつも、自分が書いた書類の見直しをした。高卒のくせに生意気だな、お前。自分よりも学歴が上の人間に意見するとは、いい度胸してるじゃないか。低能の癖してよ。申し訳ありません。ですが、これは会社の信用に。そう言いかけているとき、彼が私の言葉を遮った。うるさいな。いつまでそこでぐちぐち言っているつもりか。さっさと自分の仕事に戻ったらどうだ。あ、はい。申し訳ありませんでした。結局彼があの間違いを訂正したのかはわからない。でもこれからは、彼が何かしらのミスを犯していても、何も言わず、何もせずの姿勢を取っていこうと、私は決意した。しかし、この出来事があってから、課長からの当たりがきつくなった。直接的な嫌がらせももちろんのこと、私にわざと聞こえるように愚痴を言ってきたりするようになった。さらに、英語のスペルのことを指摘されたことが不満だったのか、英訳を必要とする面倒な仕事を、私に大量に押し付けてくるようになった。その時に、パートナーの水島さんが、大丈夫？と声をかけてくれた。うん、大丈夫。前と比べて最近は特にひどいな。俺からもいろいろと言ってみるけど、渚も無理はするなよ。いつでも俺を頼ってくれ。ありがとう、水島さん。でも本当に大丈夫だから。この人はとても優しいから、きっと私が助けてって言えば、自分の立場を顧みずに動いてしまう気がした。うぬぼれかもしれないけど、それでもこの人には面倒をかけたくないという気持ちが私の中にあった。だから私はいつものように自信のない嘘の笑顔を浮かべるのだった。そんな苦悩の多い日々の中で、ヨーロッパの企業との共同企画コラボをすることが決まった。しかしこういうのは企画部の仕事、そんなことは営業部にいる私とはあまり関係はないなと当時は思っていた。しかし後日発表されたプロジェクトのメンバーのリストに私の名前が載っていた。いくらなんでも海外との取引なんて私には荷が重すぎる。さすがに引き受けることはできないと思った私は、今回の企画のリーダーに話を聞きに行った。そしたら私をこのプロジェクトに推薦したのは寺島課長だということが分かった。寺島君からは、君は随分と英語が堪能だと聞いているよ。今回のプロジェクトにはもってこいの人材だと偉く推薦していてね。そんな、決して堪能というわけでは。けどこのメンバーで行くと会社の上層部が決めてしまってな。今から変更するとなると、君の穴埋めをするために私たちが苦労することになる。まあこっちの問題ではあるけれども、でも君にはぜひとも参加してほしい。この通りだ。リーダーはそう言って私に頭を下げてきた。反射的に、頭を上げてくださいと私が言うと、彼はそっと顔を上げた。わかりました。ご期待に添えるよう努力いたします。助かるよ、北村君。結局私は今回の企画に参加することになった。話が決まった日の帰り道、私は課長のいつもの愚痴を耳にした。あいつは英語が得意だからな。この俺に生意気にも意見してくるくらいに。失敗した時は散々そこを責めて、プライドを切り裂いてやってからクビにしてやるさ。これで目障りな奴はいなくなる。それを聞いて私は理解した。今回のこれもあの課長からの嫌がらせなんだと知った。しかしそうであっても不思議な点がある。今回の企画はうちの会社の企画部の部長、大西真紀子さんも参加する。
大西部長はバイタリティあふれるキャリアウーマンで、常に理想と目標を持つ情熱的な人物。社内でも仕事ができる次期役員として多くの人たちから期待されている逸材なのだ。そんな人が企画の主要メンバーの一人として参加している。いくら推薦があったとはいえ、なぜ平社員をやってきた私なんかが選抜されたんだろうと、不思議で仕方がなかった。海外進出を目指すうちの会社にとっては、未来の運命を大きく左右する重要なイベント。参加したいと思っていたエリートたちもたくさんいたはずなのに。でもそんなことで悩んだって仕方がない。いずれにせよ、大きなプレッシャーを抱えた状態でこれからしばらくの間仕事をしなければならないことは変わらないのだから。先方との関係構築等の下準備は上層部の人たちが行ってくれた。そして今日はその土台の上で1回目の商談が行われる日。私は緊張でベタベタとした汗をずっとかいていた。それに加えて、私を嫌がらせのつもりで企画に推薦した課長は、失敗するんじゃないぞ、お前が失敗したら営業一課の恥なんだからさ、と嘲笑しながらネチネチとプレッシャーを与えてくる。正直、この変な汗の原因はほとんどがこの男のせいなのだ。最近となっては彼のことを生理的に拒絶してしまうようになり始めている。でもそんな中でも、仕事上のパートナーの水島さんだけが優しい言葉をかけてくれた。渚ならきっと大丈夫。今まで俺の助手を完璧にこなしてきた君なら、この商談もきっと乗り越えられるはず。この俺が言うのだから間違いないよ。ありがとう、水島さん。頑張ってこいよ。今夜は美味しいお店に連れて行ってあげるから。本当？それなら少し前向きになれるかも。彼の言葉は優しく私の心を温めてくれる。これまでもそうだった。だから彼と一緒に仕事をしているときは、幸せのような心地よい何かを感じていたりもした。ありがとう、頑張ってくるね。彼に対する感謝の気持ちを胸いっぱいに満たしたままで、私は商談に臨んだのだった。商談することになっている部屋には、私たちプロジェクトのメンバーのうちの数人が待機していた。その中には大西部長の姿もあった。彼女の表情は自信に満ち溢れていた。正直、少し羨ましいと思った。私もこんな美しく、まっすぐな眼差しで未来を見据えるような女性になりたかったなぁと。そんな風に考えていたら、部屋の扉がガチャッと音を立てた。来た。思わず声が漏れる。今回の商談相手が入ってくる。相手は男性と女性、それぞれ一人ずつ。どちらも外見からして若い人だとわかる。私と大西部長は立ち上がり、彼らに挨拶の言葉を述べようとした。しかし、私が一言二言言葉を口にした時、相手が突然驚いたようなリアクションをして私に近づいてきた。おお、なぎさ、久しぶりね。少し英語のイントネーションが残る日本語で彼はそう言った。最初は緊張してよく顔を見ていなかったけれども、一度深呼吸してもう一度確かめてみて、知り合いだということが分かった。リチャード、あなただったの？そうそう、俺だよ。リチャード、それじゃあ日本で有名なかのオレオレ詐欺みたいですよ。リチャードにそう指摘した女性はクールな雰囲気の人だった。本当に久しぶりだね。大学以来だよね。イエス、会いたかったよ。来日のために頑張って日本語を勉強したんだなって。彼が必死になって話している姿を見て、練習しているリチャードの姿が容易に想像できた。私は彼にもっと気楽になってもらおうと、大学時代と同じように英語で会話をした。しばらくたわいもない会話を交わした。では商談に戻ろっか、とリチャードが楽しげに言った一言で、その時間は終わった。その時になって、私は大西部長が驚いたような顔をして
私たちを見ていることに気がついた。多分私たちが知り合いだったことに驚いているんだろうなと思って。ああ、彼は大学生時代の同級生で、リチャードと言います。昔はよく一緒に課題に追われていました。と説明した。すると大西部長は少し苦笑いをした。そして、あなた、一体何者なの？と、ひそひそ話をするように私に尋ねてきた。そうですね。では、商談の前に私の過去とリチャードたちとの日々をお話ししましょう。思い出も添えて。商談をするにあたって自分の内側にある事情などを相手に見せるのは戦略の一つでもある。そうすることで信頼関係を築きやすくなるから。でもそれはついでというか成り行きに過ぎない。この場においてはただ単純に昔の楽しかった思い出をリチャードと共に語り、そして大西部長と向こうの女性の方と共有できたらなと思っただけなのだ。かつて私は大学受験に失敗した。国内屈指の難関大学に挑戦していたものだから、敗北に終わったことに強烈な悔しさを感じた。しばらくの間、他のことに手がつけられないくらい枯れていた時期があった。その時に私は世界中の人と一緒になって遊べるゲーム、いわゆるソシャゲと呼ばれるものにのめり込んでしまっていた。そこで私はとある一人のプレイヤーとの出会いを果たした。最初は寒いギャグばかりを言う面倒くさい男だと思っていたんだけど、だんだんと彼の言動に含まれるぬくもりに気づいていった。受験勉強で辛い思いをしたと話をしてみれば、彼は全力で笑わせようとしてくれる。その時は善意に応えるつもりでありがとうと言っていた。でも辛いことを相談したり話したりするたびに、不器用ながらに気遣ってくれる彼の優しさが積み重なって、次第に私は救われていった。そしてある時に、大学受験もう一度挑戦してみないかと彼に言われた。正直受験に挑戦したいと思えるほど大学に興味を持てなくなっていたので、どう返事しようかと悩んでいた時、彼は、じゃあ僕と一緒に僕の国の大学に挑戦してみない？と元気に言った。その時私は強烈な好奇心に鳥肌が立った。そうだそうだよ、今までいい大学に行けてもどのみち社会で家畜のように扱われるだろうとばかり考えていたけど、そうだよね、海外の大学に挑戦するっていうとてつもなくワクワクする巨大な壁があるじゃないか。難しくって玉砕するようなことがあるかもしれないけど、それでも自分の時間と努力を費やして挑むだけの魅力はある。すっかりと忘れていたあの頃の情熱を思い出した私は、それいいねと言った。そして続けて、でもそうなるとしばらく一緒に遊べないね、と言うと彼は、おお、なあ、しまったと日本人男性がめったに出さないような声で残念がっていた。こうして私はこのプレイヤーと同じ大学、イギリスにあるケンブリッジ大学へと挑戦することを決意した。しかしやはり日本人である私が受験資格を得るのには苦労させられた。国も違えば教育課程もまるで違ってくる。それでも私は受験勉強という嵐の海を耐え抜き、資格取得の壁を越え、そして受験という山を登った。その結果、私は頂に用意された合格を手にすることができたのだった。その後ゲームで知り合った彼とも直接会い、友人として多くの人と共に大学生時代を満喫した。そして皆で一緒に無事に大学を卒業することができた。卒業後もしばらくはイギリスで生活をしていた。けれどもある日、母さんが病に倒れたという知らせを親戚から受けて、私は帰国を決意した。そして日本に戻り、母さんを支えながら就職した会社で毎日仕事に励む生活を送るようになった。その時のプレイヤーであり友人だった男性こそ、今回商談に来たリチャードなのだ。彼は私との再会をとても喜んでくれているようだった。挨拶として頬に軽くキスをした後、渚と一緒に仕事ができるだなんてとても嬉しいよ、夢みたいだ
と無邪気な少年のように喜んでくれていた。でも本当にすごいよね。私もイギリスに住んでいた頃に少し手伝った程度だったけど、あなたが立ち上げたファッションブランドがここまで大きくなるなんてね。みんなに支えられたからこそさ、今でもたくさんの人に支えられている。まるでトランプタワーの上に乗せられた最後の三角形のようにね。みんなが支えてくれないとバラバラになっちゃって僕も落ちちゃう。ふふ、確かにそうだね。今となっては彼は立派な有名ブランドの社長。ちなみに今回一緒に来た女性は彼の専属の秘書でマリアさんという。今回の企画が会社の未来を大きく左右する理由というのは、このプロジェクト自体が非常に特別なものだからなのだ。彼が立ち上げた会社は今までどこのメーカーやカンパニーともコラボレーションしたことがなかったから、英国でも日本でも非常に注目されている。ここを貫いてきた新進気鋭の実業家として知られた彼の姿は、ここ最近英国新聞にも大々的に取り上げられているそうだ。製菓メーカーとのコラボレーション、新ブランド立ち上げのプロジェクト、企画部長としては何としてでも成功させたいもの。私は隣でいろいろと小さな提案をしてみたり小話を挟んだりしていただけだった。もちろん商談に真面目に取り組んで自分ができる精一杯の提案を言葉にしてみたりもした。でも大西部長がたぎらせる熱量は私とは比べ物にならなかった。リチャードも普段の彼からは想像もできないような経営者として威厳のある姿勢をしていた。私はそんな二人が放つ覇気のぶつかり合いを見守った。商談の終わり頃、リチャードから、そちらの条件でぜひお願いしますと色良い返事をもらうことができた。ここまで来れば商談は大成功に終わったも同じ。日本の企業にもあなたのような優れた腕を持つ人材がいるのですね。お見それいたしました。大西部長は秘書のマリアさんからも高く評価されていた。それに対してリチャードが、大西さんもすごいけどここにいる渚もすごいんだよ。ファッションブランドを立ち上げたらって最初に提案してくれたの渚だしね。その発言に大西部長が驚いた。やだな、私はただの平社員だよ。その後も私のことをその場にいた二人に自慢してくれたリチャード。恥ずかしくてみんなの顔を見ることができなくなってしまったけど、正直少し嬉しくもあった。あ、そうそう、僕しばらく日本に滞在するんだ。よかったら今度一緒に食事しに行こうよ。いいね、久しぶりに一緒にご飯を食べよう。 It's there。 大西部長は商談が大成功だったことを大喜びした。商談中に出したアイデアや営業のパートナーの水島さんから日常的に仕込んでもらっていた話術等がとても良かったと褒めてくれた。私はこの商談を経た後でこの人のことがとても好きになった。ちなみに課長や営業課の女性陣は私の成功を聞いてとても驚いているようだった。最初は失敗に終わるだろうと思っていたみたいだ。彼女たちは私が称賛の声を浴びている間、遠いところから悔しそうな表情で私のことを鋭く睨んできていたのだった。そんなことがあったから課長たちからの嫌がらせはさらにエスカレートした。今までずっと振られてこなかったような資料室の掃除やゴミ捨て等の雑用をひたすらに押し付けてくるようになった。私にだって自分の仕事があるのに、そもそもそういった環境を維持するような作業はみんなで協力してやってきたもの。旗から見ても分かりやすい嫌がらせをする課長たちに、さすがに営業一課にいる社員たちも表情を曇らせるようにはなったけれども、おのおのの立場もあってなかなか言及することができないようだったけれども、こんな時でも水島さんは私に押し付けられた雑務を一緒に片付けてくれたりしてくれた。ごめんね、いつも迷惑をかけちゃって。そんなことをつぶやいたりすると彼はいつも笑顔で、いつも助けてもらっているからね、これくらいお安いご用さ
言葉を返してくる。俺は渚が補佐についてくれているからこそ、いい成績を残すことができているんだから。俺と君は二つで一つだ。だから君のピンチは俺のピンチというわけさ。そう言ってもらえて嬉しいよ。でもそれってさ。うん？いいえ、何でもない。そこまで言ったのなら最後まで言ってくれよ。何も気づいていなさそうなすっとぼけた顔をする彼を見ると、ふと思ったことを口にする気がすっと消えていった。そういえば商談相手の社長リチャードさんだっけ、渚の大学時代の知り合いだったそうじゃないか。そんな偶然もあるんだな。雑談の延長線上で彼が言ったことに私は少し驚いた。しかも流暢に英語を喋っていたそうじゃん。本場の人相手に自由に会話できるの本当にすごいと思う。褒めすぎだよ。でもなんでそのことを知ってるの？だって私商談での出来事とか誰にも詳しく話してないはずだけど。ああ、それな。言いにくそうに口を開く水島さん。実は企画部部長の大西さん、あの人俺のおばなんだ。詳しく話を聞くと、水島さんが大西部長と同居していることが分かった。彼のところは大家族で、自分と兄弟、それから両親とおば夫婦、祖父が一緒に暮らしているのだという。水島さん本人は仕事に夢中になりすぎると自分の身の回りのことをおろそかにしてしまう悪いところがあるから、そうして家族と暮らすことで家事面のサポートを受けていると。そしてそれはおばの大西部長も同じであると。二人揃って仕事はできるけど家事は苦手であることと、いろんなことを教えてくれた。まあ俺自身意外と何もできなかったりするんだ。その幻滅したか。私は首を横に振った。むしろ少しほっとした。遠い存在で完璧と思っていた人にそんな意外な一面があったんだって。なんだよ。照れくさそうにする彼を見て私は思わず笑いをこぼした。あ、もしかして私があの企画のメンバーに選ばれたのって。ああ、実はまあこっそりおばに推薦してたんだ。ぜひとも渚をメンバーに加えてくれって。水島さんは企画メンバーを考えていた大西部長に私のことを話したのだという。もともと候補として優秀な人たちが挙げられていた。もちろんその中には私の名前なんてなかったけれども。あなたがそこまで推薦するほどの人物ね、と私に興味を抱いてくれたのだとか。そこから水島さんは私が仕事はきっちり丁寧に仕上げることや細かいところまで気を配れるところとか、それに加えて英語の能力も期待できるところなど、いろいろと長所となる部分を熱弁してくれたみたいだった。まあそんな話をしたらさ、担当者に据えてみてもいいかもって思ってもらえてさ。そうだったの。嬉しいな、水島さんにそんな風に思ってもらえていて。事実を述べたまでさ。ありがとう。私これからも頑張るよ。おう、その調子だ。その後リチャードとのメールでのやり取り等で企画の方針が大体決まった。そしていよいよ始動に向けての大事な商談をする時が来た。しかしその直前で、おい北村、急ぎの仕事が入った。すぐに取り掛かれ。申し訳ありませんが、これから大事な商談がありますので。うるさいな、やれと言ったらやれ。それにこれをお前がやらないと水島が困ることになる。お前だってそれは嫌だろ。それは。水島さんの名前を出されたことで私はきっぱりと断れなくなった。わかりました。なんとか頑張ってみます。そう言って私は課長からの仕事を引き受けようとした。その時、その仕事俺が引き受けましょう、寺島課長。水島さんが現れた。水島、
お前、外回りに行ったはずでは。ええ、行っていましたよ。そして戻ってきました。その仕事、俺の方で引き受けますよ。水島さんはそう言って課長からの仕事を強引に奪った。これは俺の方でやっときますけどね。いい加減こんなどうでもいい仕事をうちの北村に振るのやめてもらってもいいですか。今現在俺の足を一番引っ張っているのあなただってこと自覚してくださいね。と彼はそう言って仕事に取り掛かった。すると課長は、優秀な君がするような仕事ではない。ほら、ちょうど彼女は暇そうにしてるじゃないか。だから彼女にこの仕事を。いい加減にしろ。どれだけ人に迷惑をかけたら気が済むんだ貴様。水島さんが初めて怒鳴り声を上げた。第一営業部の社員一同がいてついた。ちょうどそんなところに大西部長とリチャードがやってきた。渚を迎えに来てみたけど面白いことになってるね、とリチャードは英語で言った。そして私の肩に手を回した。そして自分が言っていることを君はわからないだろうとでも思っているのか。君は随分と頭が足りないようだ。このような素晴らしい人材をくすぶらせておくことしかできないなんてね、と言ってにひって笑ってみせた。その後に続いて大西部長は言った。彼女はね、今回の企画が成功した暁には表彰されることになっているの。そしてそのまま企画課へと移動し、そこの課長へと昇進する予定よ。寺島課長、あなたと並ぶ役職にね。それからあなたが彼女に対して行ってきた嫌がらせは全て聞いているわ。さてこれを報告しちゃったらあなたは一体どうなるのでしょうね。彼女は静かに微笑みながらそう言った。寺島課長は顔を真っ青にして自分の椅子に腰を落とした。ねえ渚、いっそのことうちの会社に来ないかい。君なら大歓迎さ。皆の視線が集まる中でリチャードが堂々とそう言った。それをきっぱりと切り捨てるように否定したのは水島さんだった。こんなところでレディーを口説き落とそうとするとは、英国紳士として教育がなってないんじゃないか、と彼は英語でリチャードに言い返した。するとリチャードは大笑いしだしたかと思えば、今度は獣のような不敵な笑みを浮かべて、これがビジネスというものなのだよ、庶民の君にはわからないかもしれないが、と言い返した。二人の間で何かがバチバチと音を立てているような気がした。ごめんねリチャード、私今ここで水島さんや大西部長と仕事ができるのが楽しいの。だからイギリスへは行かない。おお、それは残念ね。彼は少し寂しそうにそう言った。すると彼の横に控えていたマリアがため息をついた。このこと奥様に報告しておきますね。おっとマリア君、君も随分とジョークが上手くなったものだね。突然焦り始めるリチャード、私はふと彼の指に意識を向けた。そして薬指に指輪がはめられているのを見つけた。へえ、リチャード結婚したんだ、私はつぶやくように言った。そして続けて、いつからそんな浮気者になったの、とちょっと意地悪のつもりで聞いてみたら、案の定彼は、おう、そんなことないですよ、と言い訳をするように言った。でも彼はすぐに冷静さを取り戻し、水島さんの方を見ていった。まあ、僕という人がいることを忘れないことだ、ミスター水島。あまりうかうかしてたら、本当に彼女のことを連れてくよ。水島さんは珍しく少し動揺しているように見えた。日本男女を可愛がるのもこの辺にしておこう。ではこの辺で失礼。この後商談があるものでね。リチャードは高笑いしながら第一営業課のオフィスを後にした。今回のことで寺島課長はコンプライアンス会議にかけられ、降格処分を言い渡された。その他にも社内で嫌がらせ行為を働いていた者たちは
減給処分を受けた上で他の部署へと飛ばされていった。第一営業課のメンバーは大きく変わることになった。ちなみに私は大西部長が言った通り企画部へと移動することになった。そして課長として彼女の元で働くこととなった。正直私としてはもっと水島さん、いえ、ケン君と一緒に働いていたかったのだけれども、大西部長が、夫婦を同じ部署で働かせるわけにはいかないからね、と言った。彼女の言うように、私とケン君は結婚した。リチャードからの圧力に焦りを感じたケン君は、私が会社から表彰された日、その祝いとして一緒に食事を楽しんだ後で告白してくれた。私も彼に対して特別な感情を抱いていたから付き合うこととなったのだ。そして彼の家族や私のお母さん、それから大西部長からの後押しもあって、私たちはとてつもない速さで結婚した。みんなでお金を出し合って結婚式が開かれる頃にはお母さんはすっかり元気になっていた。イギリスの大学を卒業した後くらいに聞かされた病気のことで、私は一時期不安で押しつぶされそうになっていた。将来のことについても考えることができなくなっていた。それに日本にはリチャードや他の仲良しさんもいない。当時の私はとても強い孤独感を感じていた。そんな時に寺島課長から嫌がらせを受けていたものだから、正直辛い気持ちでどうにかなってしまいそうだった。けどそれを乗り越えた自分がいるから今の幸せがあるんだなって、少し自分のことを誇らしく思うことができた。なんでお前ここにいるんだよ。おう、いいじゃない、僕がどこにいたって。リチャードは時折日本に来ては各地を観光して楽しんでいる。来日する目的は一応商談だけれども、毎回私たちの家に来るものだから奥様という女性に浮気を疑われたりしているらしい。それでも懲りずにうちに来るとは、そういう根性があるから社長として成功しているのだろうかとちょっと思ったりもした。ちなみに彼の会社とうちの会社のコラボ企画は大成功を収めることができた。最近ちょくちょく日本に来ているのはその第二弾についての話し合いをするためというのもある。彼との仕事を通して私はもっと仕事を楽しいと思えるようになった。今では単にやりがいがあるだけでなく、何かをするたびに世間の注目を集める、大きなことをしているんだという特別感が私を仕事にのめり込ませた。これからもみんなと一緒に仕事をしていろんな挑戦をしていきたいなと思った。初めてリチャードと商談した時に彼が言った言葉、みんなに支えられたからこそさ、今でもたくさんの人に支えられている。彼のように成功している人はきっとこのことを強く認識しているんだって改めて思った。だって私がこうして幸せに日々を過ごせているのは多くの人に支えられたり時には支えてあげたりしているからだって、今となってそれがよくわかる。これからも人と人の絆を大切にしていく人生を歩んでいきたいと。幸せとは多くのものによって織りなされるものなんだと私は思った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。相変わらず貧乏臭い服着てるのね。身の丈に合わないから帰んなさいよ。おい、なんだよその言い草。お前も昔から変わっていないんだな。妻と買い物に来た先にいたのは高校の時の同級生。昔から妻を見下しバカにしていた女だ。いい？ここのブランドはオートクチュールで一着何万とかの話じゃないのよ。年中ジャージ女に買えるわけないでしょ。鼻で笑い俺たちを返そうとする目の前の女に俺は苛立ちが隠せなかった。買えるわよ、お金がないわけじゃないもの。妻はにやりと笑い、さっきまで俺たちをバカにしていた女は呆然としていた。俺の名前は田中修二。2年前結婚した妻のひろ子と一緒に会社を経営している。夫婦仲は良好で
公私ともに順調だ。そんな妻との出会いは高校、同じクラスだったひろこは地味ながらも目を引く女性だった。誰も気づかないような気遣いを自然とやってのけて、それを鼻にもかけない。そんな内面の美しさに惚れて付き合い始めた。そんな彼女だが、唯一の欠点は微塵も自分の身なりに気を使わないことだった。常にジャージで化粧っ気もない。別に職業柄動きやすいのが一番なので、普段はそれでも構わないし、欠点というほどの欠点でもないが、ちょっといいところに食事に行こうと思うと服もないし困りものだ。まあそんな飾らない彼女が好きで一緒にいるわけなのだ。ひろこは学生の頃もジャージでほとんどを過ごしていた。式典や制服を着る学校行事の時だけ制服を着る程度。同級生からはジャージの人と呼ばれるほどだった。そんな彼女とは2年生の時に同じクラスだった。最初はなんで常にジャージなんだくらいにしか思っていなかった。しかし1年同じクラスで過ごしていると、彼女の良さがどんどん目について、俺は目が離せなくなっていた。誰かがポイ捨てしたゴミを何も言わずに片付けていたり、誰もやりたがらない面倒な仕事を押し付けられても文句も言わずに完璧にこなしていた。そして文化祭の時、みんな何かと理由をつけて準備をサボるのだが、ひろこは一人で黙々と最後まで残って作業をしていた。ある部活の帰り、たまたま教室に忘れ物をして取りに行った時に、その姿を見て俺はひろこに惚れてしまったのだ。夕方の教室、夕日に照らされて黙々と楽しそうに作業するひろこは本当に綺麗だった。自分で言うのもなんだが、俺は高校時代はよくモテた。勉強もそこそこできたし、サッカー部でもキャプテンをしていた上に容姿もそれなりだった。というのもサッカーや勉強はもともと得意な方だったが、中学の時、修二君、何でも完璧にできるけど見た目だけが残念だよね。わかる、あれでイケメンだったら付き合いたかったな、などと噂している女子の話をうっかり聞いてしまったのだ。そこで中学を卒業して高校に入学するまでの春休みを使って高校デビューに備えて外見を磨いた。結果として高校デビューは大成功で、男女問わずモテるようになった。最初は嬉しかったが、どんどん嫌気がさしてきていた。結局みんな見た目に左右されて中身のない人ばっかだ。そう思っていた時に、ひろこのそんな姿を見て放っておけなくなった。俺から告白した時も、なんで？あなたの周りにはもっといい人いるでしょ。そう言って最初は振られ、5回の告白の末にようやく付き合うことができた。ほんと物好きね。修二の周りには可愛い子たくさんいるじゃない。私は可愛くなろうとか努力する気はないわよ。見た目にとらわれて中身がなくなるのが嫌なの。今の私に見た目を気にする余裕はないわ。というのがひろこの口癖で、いつも一生懸命だった。ジャージでいるのもひろこが時間を惜しんで努力をしている証だったし、そんなひろこが俺は好きだった。しかしそんなひろこを常に見下し、嫌がらせまがいのことをする女がいた。木村ひとみ、地元の議員の娘で容姿端麗、読者モデルとしても活躍していた。そんな木村は常にジャージでいるひろこのことを見下していた。やだ、何その格好、そんな薄汚いジャージで近寄らないでよ。常に取り巻きに囲まれてひそひそと悪口を言っていた。なんか貧乏臭い匂いがすると思ったら、ジャージ女じゃない、貧乏が映るから出てってくんない？木村、その言い方はないだろ。あ、見る目のない田中くん、なんでこんなのと付き合ってんの？趣味悪い。クスクスと笑う木村と、その取り巻きに何かを言い返す前に、いつもひろこは俺を止める。いいのよ、気にするだけ時間の無駄だわ。そう言って俺の手を引き教室を出る。しばらく歩くと、あんなの気にする方が調子に乗るわ、放っておいていいのよ。そう言って俺の手を離した。そして悠然と微笑んで、でもかばおうとしてくれてありがとう、大事にしてくれてるの伝わったわ、と言ってどこかへ去って行ってしまった。俺は少し呆然としてその言葉を飲み込み、気づいた時にはひろこはもういなかった。その時から
木村が何か俺たちに言っても何も気にならなくなった。そしてゆるゆると高校生活を過ごし、卒業後はそれぞれの道へと進んだ。その間も俺たちは確実に関係を深めて、大学3年の夏、一緒に何かやろうと会社を立ち上げる準備をして、大学卒業と同時に2人で会社を立ち上げて軌道に乗ったのが2年前。そのタイミングで結婚して、経営も安定して落ち着いてきたので、どこかゆっくりと食事をしようと話していた。そのジャージ姿も俺は好きなんだけど、せっかくいいところに食事に行くんだ。今後もそういう機会はあるだろうし、一着くらい綺麗めな服をプレゼントしてもいい？ひろこの誕生日にそう提案すると、最初は、もったいないよ、別にいいのに、と難色を示していたが、このブランドがひろこに似合いそうなんだ、オートクチュールの一点物にこだわってて、とカタログを見せると、素直にそれを読み込んで満足したような顔で、このブランドならいいかも、行ってみたい、と買いに行く意思を示してくれた。鉄は熱いうちに打て。ひろこの気が変わる前にと、その場で店舗に行く予約をし、その日を待ち望んだ。そしてその日、仕事終わりにジャージのままその店に行くと、店員さんが心よく迎えてくれた。田中様、お待ちしておりました。すみません、仕事終わりなものでこんな格好で。大丈夫ですよ、フィッティングやご注文は個室で行いますので、こちらへ、と重厚そうな扉の奥へと案内してくれた。ひろこは少し恥ずかしそうに、大人になったって実感するわね、さすがにジャージだけじゃもうまずいか、と頬をかいた。それに対して店員さんが、それだけ真摯にお仕事されてきたんですね、そんなお客様のご洋服に当ブランドを選んでいただき光栄です、と微笑んでブランドコンセプトやオーダーについての説明をしてくれた。このブランドは一人一人に合わせた人生の一着を、というコンセプトのもと、職人の手作業による仕立てにこだわっていて。へえ、こだわって物を作る企業なんて珍しいわね、特にお洋服で、と興味を示したのがこの店の決め手だった。楽しそうに説明を聞き、ニコニコとオーダーを悩むひろこはとても愛おしかった。ひろこ、気に入ったのはあった？せっかくだから気に入ったのは全部注文しよう。あまりに楽しそうに目移りしているので、たまらずそう言うと、おずおずと、本当に？ジャージ以外の服はここで揃えたいくらいだわ、と、いくつかサンプルを手に取り、体に合わせていた。その隙に、俺は店員にこそりとお願いをした。店員さん、カバンや財布もあれば見せてやってください。彼女があんなに楽しそうに自分のものを選ぶの、初めてなんで。かしこまりました。すぐにお持ちいたします。と、店員は内線で電話をかけ、注文表の用意をしに少し席を外した。しばらくすると、ノックの音とともに、失礼いたします、カバンなどのサンプルを、は？と言って入ってきた店員に見覚えがあった。なんであんたたちが？むすっと不機嫌そうに俺たちを見比べる店員の胸には、木村と書かれた名札があった。ありえないわ、なんでこんな客通したのかしら、相変わらず貧乏くさい格好してるのね、ジャージ女、とサンプル品を乗せたカートを乱雑に個室内に入れる。木村、お前も相変わらずなんだな。俺は思わずため息をついた。ひろこはそこまで気にも留めていないが、せっかく楽しい気持ちで買い物してたのにぶち壊された気分だ。身の丈に合ってないから帰ったら？ここの服高いのよ、あんたたちに買えんの？そう言って腕を組んだところに、先ほどの店員が帰ってきた。ちょっと木村さん、なんて態度、申し訳ありません。慌てて頭を下げようとするその店員をひろこは制した。気になさらないで、悪いのは彼女であって、物や店に罪はないわ。サインするから予約表ください。涼しい顔をして先ほど決めた注文をまとめるよう告げるひろこに、木村は逆上する。あんた分かってんの？ここの服高いって何万で済む額じゃないのよ、年中ジャージの貧乏人に買えるわけないじゃない。そう言って見下す木村をよそに、ひろこは予約表の欄をサクサク埋めていった。買えるわよ、お金がないわけじゃないもの。お会計はカードでお願いします、と店員に差し出すカードを見て木村は唖然とした。は？それ、ひろこが差し出したのは今日の買い物用にと
俺が渡していたブラックカード、上限額なしのそのカードに、木村は驚きを隠せないようだった。残念だけど、私は好んでジャージを着てるだけで、お金がないわけじゃないのよ。いいのか、ひろこ。もちろん。だってこの店はとても気に入ったもの。そう言って、先ほど木村が乱雑に置いたカートから、カバンや靴を見て、ごめんなさい。これも追加していいですか?と、和気あいあいと、もう一人の店員と話をしている。木村は、その姿を見て立ち尽くしていた。お前、昔から変わらないのな。ひろこの何がそんなに気に入らないんだ。そう声をかけると、うるさい。そう一言吐き捨てて、部屋を出て行った。実は俺たち夫婦は、DIY 関係の会社を立ち上げており、YouTube でも発信をしていた。ひろこの父が大工で、もともとひろこはものづくりが好きだったのだ。そして、大学は建築学科に行き、いろいろ学んだ結果、私の好きなものづくりをもっと身近に感じてもらえたらいいのに、という考えに至ったので、俺が、じゃあひろこが広めたらいいよ、と提案した。大学の時から細々と発信を続けて、卒業前にはチャンネルも軌道に乗りつつあったので、俺は起業を提案し、YouTube を中心に DIY キットの考案やワークショップなどをして、ひろこはものづくりを楽しんでいる。俺はひろこのその姿が好きで、ここまでサポートしてきたし、これからも続けるつもりだ。そしてついに、先月、チャンネル登録者100万人を突破し、それがくしくもひろこの誕生日と重なったので、お祝いとしてこの店に来たのだ。ジャージはひろこのトレードマークみたいなものであり、その飾らない姿がチャンネルの人気の理由でもある。はあ、いいもの買えたな。届くの楽しみ。帰り道、ひろこはかなりご満悦な様子だった。まさかあいつに会うとは思ってなかったけどな。まあ、でもいい買い物ができたならよかったよ。ああ、木村さんね。まあいいよ。でもよくあの店入店できたね。ひろこは何の気なしにぽつりと言う。あの店、カタログ見せてもらってすごく気になったから調べたの。働く側としてもかなり人気で、倍率高いみたいよ。でもお店のコンセプトには合わないと思うし、なんで通ったのかなって。多分彼女は素で疑問に思っているのだが、意外と辛辣なことをとぼけた顔で言うので、俺は思わず吹き出した。ちょっと、今の笑うとこあった?少しムッとした顔をするひろこ。いや、だって結構お前ひどいこと言ってるよ。ひろこはハッとした顔をして、違うの。木村さんは店へのプライドがあるみたいだから、もっと違うブランドの方があって、と慌てて弁明するのがおかしくて、可愛くて、俺はまた笑った。ある日の DIY 教室、常連さんから新規の方まで、今回も大盛況だ。ありがたいことに、最近はこの DIY 教室も抽選にしなきゃいけないほどに人気で、一回の枠を増やすために、俺もひろこのアシスタント講師として教えている。一人一人見て回って教えているのだが、この日、その中に木村瞳の姿を見かけた。意外だな。お前こういうの嫌いそうなのに。うるさいわね。これ難しいわ。ブツブツと文句を言いながら、意外にも真面目に取り組む木村は、心なしか少し楽しそうだった。ワークショップを終え、形になったところで一息つく。はぁ、何これ、めちゃくちゃ難しいわね。でも楽しかったわ。吹っ切れたような笑顔でそう話す木村に、俺は笑いかける。はは、そうだろ。確かに簡単ではないけど、やりがいもあって、楽しんでもらえたならよかったわ。そう話しているとひろこがやってきた。木村は気まずそうに顔を背ける。あ、これも配送しなきゃだよな。伝票持ってくるな。俺はそう言って立ち上がろうとすると、服の裾を木村につかまれる。それを見て何かを察したひろこは立ち上がり、木村さんはあなたに何か言いたげよ、私が取ってくるわ、と奥に行く。ごめん、私あんたたちに謝らなきゃなんだけど、その前にあんたに話したいことがあるの、二人で。それを確認した木村は真剣な顔をして言った。これだけ書いてくれたら行ってきていいわよ。いつの間にか戻ってきたひろこが伝票を差し出す。あとはこれの梱包と配送で終わりだもの。私がやっとくから、修二、話聞いてあげなよ。木村が書き終えた伝票を受け取ると、
ヒロコはさっさと俺たちを追い出したので、俺たちは向かいのカフェに入った。少しの重い沈黙。木村はコーヒーを一口飲むと、まずはあの時も今までも本当にごめんなさい。いや、まずは嫁に謝れって思うかもだけど。ペコリと罰が悪そうに頭を下げる木村。いや、ヒロコは全然気にしてなさそうだったぞ。俺が気にしすぎなのか、ヒロコが無頓着すぎるのか。そう言うと木村は食ってかかるように、そうなの、謝っといてなんだけど、あんたの嫁なんであんなに全てに無頓着なのとまくし立てる。あ、ごめん。でもこの前の店でのこととか、ワークショップのジャージ女見て気づいたことがあるの。驚いた俺に小さく謝りながらポツリポツリと話してくれた。私ね、高校の時本当は田中が好きだったの。知らないっしょ。実は入学当初から俺に一目惚れしてくれていて、俺に釣り合うために外見を磨き、彼女になりたくて努力をしてくれていたらしい。それなのにいつの間にか年中ジャージの地味な女が俺の隣にいて、わけがわからなかったのだという。バカだよね。そんなことしたって嫌われるだけなのに、あんたたちが羨ましかったんだ。大粒の涙を浮かべて話す木村に、俺は何も言えなかった。なんでかな。私、あんたたちが YouTube で成功してるのも知ってるよ。チャンネル登録してるし。自虐的に笑う木村。私は市議会議員の娘でお嬢様だし、顔も可愛いし、読モとしても人気になれたけど、一番好きだったあんただけは振り向いてくれなかったな。指で涙を拭うと、でもね、今日実際ワークショップ行って、あんたの嫁には勝てないなーって悟っちゃった。そう言ってコーヒーを一気に飲み干すと、さ、店戻ろ。あんたの嫁にも私謝んなきゃ。すっきりとした顔で立ち上がる木村。俺は慌てて残ったコーヒーを飲み越し、木村を追いかけた。あら、お帰りなさい。早かったわね。ちょうど片付けを終えたらしいひろこが迎えてくれた。遠藤さんと、今は遠藤じゃないんだっけ。出だしでつまずき頬をかく木村に、ひろこは、ひろこでいいわよ、とりあえず座ったらと椅子を差し出し促す。しかし木村はその椅子に座ることなく、頭を深々と下げた。この前のお店でのこと、高校の時のこと、本当にごめんなさい。言い訳に聞こえるかもだけど、嫉妬でしょ。ひろこはいたずらっぽく笑った。なんで気づいてたの。木村は驚いてヘナヘナと椅子に座り込む。やだ、気づかれてないと思ってたの。気づいてないのなんてそこの鈍感さんだけよ。そう言ってクスクスとひろこは笑う。ごめんね、修士。私、多分あなたが思ってるほど綺麗な心の持ち主じゃないよ。俺と木村は顔を見合わせる。気づいてたのよ、木村さんが私にいちいち突っかかる理由。気にしなかったのは、学校で一番綺麗なモデルもやってる木村さんに勝てたって優越感かな。学生の時に木村が俺のことを好きだったのは学年の共通認識だったらしい。気づかれていないと思っていたのは木村だけで、気づいてなかったのは俺だけ。どんな意地悪を言われても、俺に選ばれたのは自分だからと、その優越感で何も気にならなかったという。だって私の好きな人は私のことが大好きで、あなたはそこだけは私に勝てなくて悔しかったんでしょ。それが分かってたから何も気にならなかったわ。修士の存在が私の自信だったの。そう悠然と微笑むひろこに俺たちは呆然とする。急に俺は恥ずかしくなって、じゃあ取ってくるわと逃げるように奥へ入る。後ろから木村の、何それ、ありえないと叫ぶ声がしたが、気にしないことにした。お茶のセットを持って戻ってくると、ひろこと木村はなんだか少し仲良くなっていた。あ、田中やっと来た。ひろこめちゃいいやつじゃん。高校時代ほんとバカなことしたなと、お茶菓子のクッキーに手を伸ばす。あ、でもひろこ、うちらもう学生じゃないんだし、普段はよくてもさすがに出かけるときはちゃんとしないと田中に恥かかせるよ。そうよね、ちゃんとしなきゃか。ひろこは悩ましげに腕を組む。よし、あんたのこの前の注文品、来週うちの店舗に届くから一
引き渡しは店舗での検品の後だから水曜とかかな。そん時私早番で、夕方来てくれたら仕事すぐ終わるから買い物行こう。木村はそう言って目をキラキラさせる。田中もひろこの気合入った姿見たいっしょ。ひろこ素材いいんだから、ちゃんとしたらもっと美人だよ。少々押され気味に俺を見つめるひろこに、俺はひろこが嫌じゃなきゃついでだし行ってきなよ。ひろこならきっと何でも似合うし、せっかくお気に入りの服買ったなら可愛く着たいでしょ。力強くうなずくひろこに、木村はパッと顔を明るくして小さくガッツポーズをした。あ、やば、もうこんな時間じゃん。今日本当にここ来てよかった。 DIY も楽しかったし、ひろこと田中にもちゃんと謝れたし、泣かしてごめんね、ありがとう。そう言って風のように去っていった。嵐のような女だな。木村さん、ああいうところ可愛いよね。あんな風に素直だったら叶わなかったかも。俺はなんかどっと疲れたが、ひろこは満足そうで何よりだ。実はね、来週木村さんに化粧品選んでもらうの楽しみなんだ。じゃあその日は俺が送り迎えするよ。ひろこの返信早く見たいし、早い時間に解散になりそうならそのままご飯でも食べに行こうか。ありがとう。とひろこは微笑んで、それがまた綺麗だった。ああ、俺ひろこのこういうところが好きなんだよな、と再確認する。ひろこ、愛してるよ。何？急に。私も愛してる。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おい、俺たちに襲われたくないだろう。嫌なら金を置いていけ。絶対に嫌。私が必死に稼いでいるのに、あんたらに渡すような金はない。駅前の暗い路地を子供と一緒に歩いていると、突然絡まれた私。しかもカツアゲまでしてきた。ただ私はそんなのに屈するような女ではない。俺たちはヤクザだぞ。本当に？君たち弱そうなんだよね。散々煽ってやると案の定というか殴りかかってきた。しかしその中で止めた人がいた。そして私に向かって、姉さん、お疲れ様です、と言ってきたのだった。私の名前は加藤美希。中小企業で事務の正社員として働くごく普通の OL だ。ただ私には自他共に認める普通の一般家庭ではないところが2つある。現在26歳になる私だが、5歳の娘夏がいる。そしてシングルマザーとして夏を一人で育てている。元夫とは20歳の時に結婚したけれど、いろいろな事情があって離婚。すれ違いっていうのも理由の一つではある。とはいえ娘の父でもある元夫とは定期的に会っているし、養育費の問題もあるので連絡は取り続けている。私も元夫とは決して仲が悪いわけではない。むしろ今だって大好きだ。そんな私の日課は、仕事終わりに娘の夏を幼稚園まで迎えに行くこと。夏、お待たせ。待っててくれてありがとう。もうママ遅い。5歳になった夏は少しずつでも確実に成長していて、口出し者になってきた。そんな娘に驚かされる毎日は私にとって宝物のような日々だ。そんな毎日を過ごしていたある日、私はいつも通り仕事終わりに夏を幼稚園に迎えに行った。最近は冬が近づいてきていることもあり、17時になれば日没となり真っ暗になる。夏、帰るよ。はーい。娘のいい返事を聞き、担任の先生に挨拶をして、私たちは手をつないで幼稚園を出た。周辺はもう真っ暗だ。この辺は幼稚園の周辺ということもあり、街灯があるので明るいが、一本路地に入ってしまえば真っ暗だ。ママ、なっちゃん寒い。寒いね。早くお家帰ろうか。日に日に気温も低くなり、早く家に帰って温まりたいのが事実。私たちの家は駅前の通りを過ぎた先にあり、街灯がある道を歩いて帰ると、まずは大通りまで出てから駅前まで向かわないといけない。
そうなると自宅までは遠回りになってしまうので、私たちはたまに路地を通っていた。その方が大通りまで出なくてもすぐ駅前に着くので、だいぶ近道になるからだ。ちなみにこの近道も毎回ではなく、たまにする程度だった。幼稚園から帰る道は私にとって夏との大切なお話の時間でもある。今日は何したの？今日はね、から始まる娘の幼稚園での出来事の報告会は私の楽しみでもある。しかし今日は寒い。テレビの天気予報で今日は今月初めての寒波だと言っていた気がする。こうやってどんどん寒くなっていくんだろうな、なんてのんきに思っていたけれど、寒すぎて夏の幼稚園での報告会もなかなか話が進まない。そこで私は思いついた。なっちゃん、今日は久しぶりに近道しようか。私がそう言うと、夏は近道するの？と目をキラキラさせた。夏はたまに通るこの近道が大好きなのだ。私が特別感を出しているからかもしれない。最近通ってなかったしね、と私は笑う。この路地は街灯が点々としていてあまり明るくはないので、私みたいなか弱い女が通るのはあんまり良くはない。けれど、言うほど長くはない距離だし、いつも通りすぐに駅前にたどり着くはずだ、と私は思っていた。多分それは娘の夏も同じだったと思う。その認識が間違いだったと気づいたのは、道に入って少し先だった。へっへっへ、こんな路地に入ってくるなんて、運が尽きたな、姉ちゃん。目の前にスーツを着た屈強でこわもての男が3人現れた。姉ちゃん、いい女じゃねえか。たっぷり可愛がってやるよ。しかしガキは邪魔だな。おい、俺たちに襲われたくないだろ。嫌なら金を置いていけ。それで許してやるよ。ゲヘヘと下品に笑う男たちに私はすっと目が細くなる。こんな奴ら私だけならいいんだけど、こっちにはたった5歳の夏がいる。夏からしてみれば、知らない男たちが近づいてくるなんて恐怖しかないだろう。ママ。やっぱりあまりの恐怖からなのか、夏が私の足にぎゅっとくっついている。夏、大丈夫だよ。私はそのまま夏を抱きかかえた。あんたたちに渡すような金はない。私が必死に稼いでいる金なんだ。あんたらに渡すような金じゃないんだよ。な、私の言葉に腹が立ったのか、三人はずかずかと近づいてきた。俺たちはザマ組だぞ。逆らったらどうなるか分かってんだろうな。ザマ組？私は聞き覚えのあるヤクザの組名に思わず聞き返した。そうだ、俺たちに逆らって痛い目に遭う前にさっさと金を置いていけ。こいつら、ザマ組の組員だったの？信じられない。思わずため息をついてしまった。子供連れの女にそんなこと言って恥ずかしくないの？金が欲しいなら組の中で出世して組長に認めてもらいな。人を脅して金を稼ごうなんて考えるんじゃねえ。そんな人生甘くないんだよ。私がそう叫ぶと、奴らはさらに顔を真っ赤にした。俺たちを舐めやがって。いいからカバンよこせ。と一人の男が私が肩から下げていたトートバッグの肩紐を力ずくで引っ張ってきた。やめなさい。私がその手を叩き落とし、取られないようにカバンを抱え込むと、ママ怖いよ。夏が本格的に泣き出してしまった。夏、大丈夫だよ。ママが守ってあげるからね。夏の頭を撫でながら声をかけると、娘はさらにギュッと抱きついてきた。よくも私の娘を泣かせたな。てめえがさっさと渡さないからだろうが。私に手を叩かれた相手はさらに大声を出し、こちらを威嚇してくる。あんたらこそ、ザマ組がこんな女から金を奪えないなんて恥ずかしいね。まあでも君たち弱そうだし仕方ないか。そう存分に煽ってやると、こいつと激高して3人とも殴りかかってきた。せめて1人ずつにしなよね。
はあ。もちろん避ける気満々で夏をさらに抱きしめると、その場でかがもうとした瞬間、おいと大声の男の声が路地に響き渡った。目線の先にはスーツを着た、これまたがたいのいい男がいた。三人よりも背が高い。もしかしてさらに仲間が増えた。さすがに四人はちょっときついかな。怯えきっている夏を抱えながら、四人の男相手に喧嘩をさすがに分が悪い。声を聞いて三人の男たちも動きを止めて振り向いている。お前ら何してんだ。あ、兄貴。兄貴ということは同じザマ組の組員なのだろうか。目の前の男たちが怯えた表情に変わり、動きが固まった。この隙に逃げることもできるなと思って、今度は私がじりじりと一歩ずつ後ずさりしていると、叫んだ男がこちらに向かって歩いてきた。近づいてくるその男の首には金のネックレスが反射しており、腕まくりしているその間からは入れ墨が見えている。額にも傷があり、目の前の三人組よりも組内の階級が上なのが一目でわかる。ん？この人。こんな路地で男三人が女一人に何してんだって言ってんだよ。あ？い、見事なまでに三人が触れ上がった。これは違うんすよ兄貴。この女がですね。言い訳してんじゃねえ。さらに一喝し、男は私たちの方に目線を向けた。すみません、うちの組員が何かご迷惑を。ねえ、もしかして上島？え、私がそう声をかけると上島は目を見開いた。あ、姉さん？やっぱり上島じゃん。暗くてよく見えなかったわ。姉さん、お疲れ様です。そして私に向かって頭をバッと下げてきた。まさか上島がここに来るなんて予想もしていなかったのだ。あ、兄貴、なんでこんな女に頭下げるんすか。そうっすよ、こんな子連れの女。バカ野郎、この方は組長の奥様だぞ。え？上島に必死に詰め寄っていた3人組がまた固まった。ちょっと元が抜けてるわよ。私は組長の元妻なんだから。そう、私はこいつらが所属しているヤクザのダマ組、組長の元妻なのだ。私はさらに夏をぎゅっと抱きしめた。上島、こいつらのせいで夏が大泣きしたのよ。どういう教育してるわけ？私の言葉に上島は三人の方をさらに鋭く睨んだ。お嬢までビビらせやがって、てめえら何してやがる。お嬢？もちろん夏はザマ組の組長の一人娘だ。何かの間違いじゃ。間違いなわけねえだろうが。姉さんとお嬢は間違いなく組長の身内だ。姉さん、申し訳ございません。こいつらは最近入った奴らでして。上島は、お前ら、ちゃんと謝らんかい！と、また大声を出して、そいつらに命令し、三人はすぐにこちらに頭を下げてきた。申し訳ございません。姉さんとは知らず。何それ、私じゃなかったらしていいってこと？いえ。私のツッコミに明らかに目をそらす三人組。最近組に入ったからって、こんな路地でカツアゲなんかしていいと思ってんの？カツアゲ？上島が大きな声を出す。金よこせって言ってきたのよ。こんな小さい子連れの女にね。女が社会的に弱い立場だから狙われたのかもしれない。それにこいつらのやり方は、なんとなく慣れているように見えた。何度か同じことを、この辺りでしているのだろう。悪いけど、このことは私も北郎に報告するわ。今度面会日で会うしね。上島、あんたからは報告しなくていい。あんたら自分たちから組長に報告しなさい。路地でカツアゲしたら、それが組長の元妻だったってね。そんだけのことをあんたらはやってるってことよ。分かったら返事をしな。ついでに私はそいつらの写真を一人ずつ撮影し、逃げたらどうなるか分かってるよなと言っておいた。上島、それでいいよねと聞いたら、
姉さんの思う通りにお願いしますと言われたので、好きにさせてもらうことにする。私のことはいいけれど、夏のことを泣かせたことは絶対に許さない。ところで上島はなんでここに？いえ、金の回収に行って帰ろうと歩いてたら、組の車がこの路地の入り口にあったんで、なんでこんなところにあるのかと思って路地を見たら、こいつらが女に迫ってるのが見えたので声をかけたんです。声をかけてくれて助かったわ。さすがに夏を抱えながらは難しかったから。夏、上島のおじちゃんだよ。おじちゃん？元夫との面会でたまに上島がついてきていることもあり、上島は私たち親子と顔見知りだ。背中をポンポンと優しく叩きながら上島の名前を出すと、夏は私の肩に押し付けていた顔を上げた。お嬢、上島です。大丈夫ですか？上島！知っているおじさんの顔を見て安心したのか、上島の方に手を伸ばし、夏はさらに大泣きしてしまった。上島、夏のこと頼んでもいい？いいですが、姉さんは？とりあえずこいつら一発ずつ殴らせてもらうわ。そして私はそいつらを力の限り一発ずつ殴らせてもらったのだった。今日は1ヶ月に1回の夏と鬼太郎の面会日。離婚してもこうして月に1回の面会を必ずしてもらうようにしている。鬼太郎とはあくまで円満離婚だし、夏には父親に会う権利があるし、私だって彼には会いたい気持ちも大いにある。パパと鬼太郎に抱きつく夏。なっちゃんと猫可愛がりをする鬼太郎。会うたびにこの微笑ましいやりとりを見て、私も頬どころか顔全体が緩んできている気がする。座間組の組長になってから、よく鬼太郎は怖い顔をするようになった。組長らしさを出すためにわざとそうやってしかめっ面をするようになったらしい。けれど私や夏、そして気の許した人の前になると、こうやって気が抜けて本来の姿になるところが好きだなと会うたびに思う。本来の鬼太郎は名前に使わしくないくらい弱々しい男で、争いが一番嫌いなタイプだ。それでも組長を引き継いだ強い人。私と鬼太郎は同い年の幼馴染で、私の実家も座間組のすぐ近くにあることもあり、小さい頃からいつも一緒に遊んでいた。習い事もほとんど一緒だったし、私もよく出入りをしていた。幼少期の鬼太郎は本当に弱く、声も小さいし、何かあればすぐに泣くし、私はそんな彼をいつも守っていた。一緒に通っていた空手教室や柔道教室で習った技を駆使しては、あらゆることから鬼太郎を守ってあげていた。むしろ私が守ってあげないといけないという気持ちが強かったのだと思う。でもその度に、ミキちゃん本当にありがとうと言ってくれる鬼太郎に惹かれていたような気がする。座間組の組長は基本的に世襲制だったため、鬼太郎は生まれた時から将来的には組長になることが決まっていた。そして将来的には誰かと結婚して子供を作らないといけないという世襲制ならではの考えだった。高校卒業後の進路を話していた時、鬼太郎は自分にはもう進路が決まっていて、将来的には結婚もしないといけないと話してくれた。彼の家が極道だとは知っていたけれど、鬼太郎にそんな未来が決まっていることは知らなかった。結婚相手はもう決まっているの？いや、まだだと思う。高校卒業してから本格的に組に入る準備を始めていくって言われてたし、そこから決めていくのかなって。多分お見合いみたいになるのかもと、さらにため息をついた。今時お見合い？そんなのありなの？まあ相手が決まらない限りはそうなるかなって。あんまり会ったことない相手と結婚なんてちょっとなーって思ってるんだけどね。どんどん暗くなる表情と重たくなるため息。だったら鬼太郎、私と結婚すればいいんじゃない？え？
私の言葉にポカンとしながら変な声を出す鬼太郎。鬼太郎、私のこと嫌い？嫌いなわけないじゃん。むしろ好きだよ。じゃあいいじゃん。このまま卒業したら私たち結婚しよう。そしたら鬼太郎は結婚相手を決める必要もなくなるし。僕はいいけど、ミキちゃんはそれでいいの？鬼太郎がもじもじしながらそう言ってくる。いいに決まってるでしょ。こうやってプロポーズをしてるんだから。こうして私たちのプロポーズは私からの逆プロポーズだった。うちの両親は高校を卒業しての結婚なんて反対するとは思っていたけれど、意外とあっさり許してくれた。あんたが結婚するなら鬼太郎くんだとは思ってたし、あんたの相手は鬼太郎くんしか無理だと思ってたが理由らしい。さすが私の親、娘のことをよくわかっている。鬼太郎の両親も同じことを言っていたらしく、私たちの結婚はそれはもうあっさりと許されて、高校卒業と同時に結婚した。それからすぐに私の妊娠が発覚し、あっという間に出産。正直この時はすごく幸せだった。なのになぜ別れたのかというと、私たちの間に夏が生まれて少し後、鬼太郎の方から離婚しようと言ってきたからだ。実はその頃、鬼太郎の父親である座間組の組長が体調を崩し、鬼太郎へ組長を引き継ごうとしていた。しかし一部の組員の中には、もともと弱々しい性格をしている鬼太郎を次の組長にするのはどうかと反発が少し前から起きていた。その反発は組の中で結構大きな問題になっており、実は一触即発なところまで来ていたらしい。鬼太郎はそれに私と夏が巻き込まれることを恐れていたのだ。私負けないわよ。ミキちゃんは負けないだろうけど、夏は負けるだろうし、これ以上僕の大切な君たちを巻き込みたくないんだ。それならいっそ鬼太郎に組長なんてやめて私たちと一緒にこの家から出ると聞いてみたけれど、それは絶対できない。僕は組長の息子だから、ここまで僕を支えてくれた組員や僕を推薦してくれてるみんなの気持ちを踏みにじることになるから。そう強く言い切った鬼太郎に私はそれ以上言えなかった。ちゃんと認知もするし、養育費も必ず払うから、ミキちゃんたちには平和な生活を送ってほしいと鬼太郎から頭を下げられたら、私も逆らえない。確かに何かあった時、私も冷静でいられる自信がない。それにミキちゃんだって女の子なんだから、戦わずに逃げることを覚えてね。それは約束できないわね。ここに入れない限り、夏のことは私が守らないといけない。この子を守れるのは文字通り私だけなのだ。私はその覚悟を改めて持ち、夏と一緒に座間組を出ることにした。そして婚姻関係を続けていると何があるかわからないと鬼太郎から説得され、本当に私たちは離婚し、今こうやって離れて生活している。ちなみに両親たちからは、夏のことを第一に考えて好きにしなさいと言われているので、私たちは本当に好きにさせてもらっている。目の前に座っている元夫を見る。それでミキちゃん、話って？一ヶ月ぶりに会える夏を膝に乗せてニコニコとしている鬼太郎に、私は真剣な顔をする。それに真剣な話だとピンときたのか、鬼太郎はお付きの組員を呼び、夏の相手をするように伝えた。さすが小さい頃からずっと一緒にいただけあって、私の表情だけでわかるらしい。元夫と改めて二人きりになり、私は話を切り出した。あのね鬼太郎、最近の組員の教育が本当になってないと思う。え、どうして？組員たちから聞いてない？私と夏、あんたの組員にカツアゲされたのよ。はあ？鬼太郎が驚きながら立ち上がり、ガチャンと紅茶を入れたカップが揺れる。知らないってことは、あいつら報告してないってことじゃん。自分たちで言えって言っといたのに。もしかしたらもう逃げているかもしれないなと思ったので、
後で鬼太郎にはあいつらの顔写真を渡すことにしよう。ミキちゃんとなっちゃんは大丈夫だったの？もちろん大丈夫よ。そこにたまたま上島が来てくれたし。上島からは何も聞いてないけど。私が言うなって言ったからだと思う。ねえ鬼太郎、クミのことは口出ししたくなかったけど、最近本当にザマ組のいい噂は聞かないし、みんな素行が良くないって言ってるらしいわよ。この噂は事実だった。幼稚園のママ友の間でもザマ組の人ってあんまりいい人たちではないよねと言われている。私も実際に自分たちがヤクザだからと横柄な態度をしているところを見たこともあるし、先日カツアゲされたこともあるし、鬼太郎が組長になってからずっと言われてるじゃない。そろそろちゃんとしないとまずいわよ。あの組長の後継ぎ問題では結局鬼太郎が組長になったのだけど、やはり納得ができないのか一部の組員が出て行ったり言うことを聞かないことも多いらしい。それから鬼太郎は表情も変わり組長らしくなったと評判にはなったけれど、やっぱり組の中では舐められているのかもしれない。わかった。ミキちゃんとなっちゃんを危ない目に遭わせたからにはもう許さない。え？そう言うと鬼太郎はそのまま、ちょっと電話してくると歩いていき、どこかに電話をし始めた。鬼太郎が帰ってきたのはそれから10分ほどしてからだった。どこに電話してたの？うん、ちょっとね。鬼太郎はそれ以上話してくれず、今日はそのまま解散となった。そして後日、私は鬼太郎に呼び出されたので、ザマ組の本家に向かった。夏は私の母に預けている。姉さん、お疲れ様です。迎えてくれたのは、ザマ組ナンバー3の佐藤。部屋まで案内されると、そこには、鬼太郎と上島、そして部屋の端の方に、先日私にカツアゲしてきた3人の男たちがいた。正座をさせられていて、小刻みに震えている。完全に怯えきっている様子だ。みんなお疲れ様。それで話って？はい。先日の姉さんがカツアゲされたやつなんですが、犯人はこいつらですよね？うん、間違いない。私はスマホで撮った3人の写真も見せる。組長、間違いないですね。佐藤が鬼太郎にそう言うと、鬼太郎はそうかとつぶやいた。今日は完全に組長モードのようだ。実はあれから上島に調査してもらったんですが、最近小さいお子さん連れの女性を狙ったカツアゲが町で横行していて、犯人は全部あいつらでした。はあ？思わず大きな声が出てしまった。子供たちがいたら無抵抗に金を差し出す女性が多かったから、あえてそこを狙ったらしいです。男が相手なら余計に逆らわないでおこうと思いますしね、と付け足す佐藤の言葉に私の怒りボルテージは上がりまくっていた。信じられない。それで私を狙ったっていうの？っていうかそれで女を狙ってきてたとかふざけんなよ。私は部屋の隅にいるそいつらをギロリと睨んだ。姉さん落ち着いて。上島が私を羽交い締めにして止めるけれど、私は我慢ならなかった。落ち着いてられるか。もう一発殴らせろ。ミキ、まずは落ち着け。鬼太郎のその声にみんなの目線が集まった。当たり前だけど、これはこいつらが勝手にしたことだ。俺は一切関与していない。そんなの当たり前でしょ。鬼太郎がそんなことさせるわけないじゃない。私がそう叫ぶと、鬼太郎は私に向かって少しだけ笑ってくれた。そしてすぐに組長の顔に戻る。カツアゲした金額も全部返すし、被害者の方々にはちゃんと慰謝料も払わせる。その金は全部こいつらに体を張って稼がせることを約束する。まずは俺が直々に痛い目に遭わせるけどな。佐藤が手をバキッと鳴らした。お前らのせいでまたザマ組の名前に傷がついたし、俺の顔にも泥を塗りやがった。絶対許さないから覚悟しろよ。鬼太郎の低い声が部屋に響き渡った。それからそいつらは
お仕置き部屋に連れて行かれ、腕っぷしがざま組でナンバーワンと評価されている佐藤から、それは痛い目に遭わされたらしい。お仕置き部屋からの叫び声は2日以上響き渡っていたらしい。私ももう一発以上殴りたかったな。ああ、怖かったな。上島と佐藤が出て行った後、北郎はその場に倒れ込んだ。お疲れ様、頑張ったね。組長らしかったかな。すごく。実際に組長の北郎はとってもかっこよかった。あんまりこういう姿を見たことなかったので、とても新鮮で、北郎はこうやって毎日頑張ってくれているんだな、としみじみ実感してしまった。それから北郎は、それまでの女性を狙ったカツアゲが、ザマ組の組員であることを公表し、二度とこんなことがないようにすると宣言した。そして、組織内をもう一度調査し、素行不良の奴らには、制裁を与えて、改めて、ザマ組を立て直すことにしたとのこと。それから、ザマ組は、地域の清掃を積極的に行ったり、地域の信用を取り戻すために、それこそ、何でもやっていた。結果、ザマ組は、時間はかかったけど、地域の皆さんの信用を徐々に取り戻していき、今では、ザマ組は、全然怖くない、優しいヤクザさんたち、と評判らしい。特にザマ組は、女性やシングルマザーへの援助に力を入れている。元組員たちが、女性を狙ったカツアゲをしていたことに対する、贖罪の気持ちがあるのも一つ。私のようなシングルマザーが苦労する世の中だからこそ変えていきたいという気持ちがあるそうだ。あいつらがカツアゲした人たちの中にはミキちゃんみたいにシングルマザーの人もいてさ、その時なおさら払わないわけにはいかないって泣き寝入りしたらしいんだよね。しかもあいつらそれを知ってからシングルマザーっぽい人を狙ってカツアゲしてたらしくて、ミキちゃんもシングルマザーで頑張ってもらってるのにそんな人たちを狙ったって聞いて、それが許せなくて、そっちの援助にも力を入れようと思ったんだ。そうしたら、女性やシングルマザーの人たちも、この街で過ごしやすいかなって。そう少し照れながら、でも力強く言った北郎は、とても頼もしかった。きっと彼なら、そんな過ごしやすい街を作ってくれるだろう。私はこの街で、そんな彼を見守っていきたいと思った。女というだけで、私たちは弱い立場だと見られることがよくある。特にシングルマザーだと知られれば、さらに私たちの立場は弱く見られる。男と同じように生活して、仕事もしているのに、どうして私たちの方が弱く見られて狙われるんだろうと思ってしまう。私は護身術を習っているし、性格もはっきりと物を言うタイプだから、あんまり弱くは見られないけれど、それでも、女だからというだけで舐められることが多すぎる世の中だ。そんな風に見られない世の中を作るにはきっと少しずつでもいいからその認識を変えていくことだと思う。私はこの街からその認識を変えていってほしいと願うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おいおっさん、明日もお天道さん拝みたかったら有金全部出しな。習い事に通う10歳の息子を待っていた俺は3人組の若者に絡まれた。俺はやめるよう説得したが、若者たちはまるで聞く耳を持たない。うっせんだよ、金出さねえとマジでやっちまうぞ。そこへ習い事を終えた息子が叫んだ。お兄さんたち危ない、早くパパから離れて。あ、危ないのはパパの方なんだよ、何言ってんだあのガキ。次の瞬間、3人の男たちは、俺の名前はライドをタスク、普段は室内仕事だしアウトドアな趣味があるわけでもないのであまり日焼けもしておらず、同年代と比べたら肌は白いしシワも少ない方だ。特別体格がいいわけでもなく、どこにでもいるような普通の40代だと思う。
妻の麻子はモデルのように飛び抜けた美人というわけではないが、いつもニコニコ柔らかい空気をまとっていて、子供や動物によく懐かれている。出会ってから今までそれはずっと変わらない。そして10歳になる大事な一人息子かける、そんな家族3人で平和に暮らしていた。かける、朝ごはんよ、起きなさい。麻子がかけるの部屋に向かって声をかけるが、返事はない。かけるはまだ寝てるのか、相変わらず寝ぼすけだな昨日も遅くまで絵を描いてたみたいなのよ。かけるは絵の才能があった。それは親のひいき目ではなく、コンクールにもたびたび入賞するほど実力があった。いつだって絵を描いていたし、美術館や絵画の作品展も大好きで、月に一度は必ず見に行っていた。おはよう。お、ねえぼすけ、おはよう。昨日は遅くまで何描いてたんだ。目をこすりながら脇に抱えられたスケッチブック。かけるは家の中でも遊びに行くときもいつもスケッチブックを持ち歩いていた。この間3人でピクニックに行った時のパパとママだよ。おお、どれ見せてくれ。かけるはスケッチブックを俺に渡し、顔を洗いに行った。スケッチブックを1枚ずつ開く。俺が新聞を読んでいる姿、麻子が料理を作っている後ろ姿、学校の先生や友達、そして一番新しいページにはピクニックで行った公園の青空と俺たち2人の姿が描かれていた。おお、あの日のあの時の風景をまるで切り出したみたいだな。すごいわね。どうやったらこんな器用に描けるのかしら。俺と麻子は感心してその絵を眺めていた。いつも絵に描くとしたらどう描くんだろうって考えながら人や物を見てるんだ。光と影の向きとか、どの角度から見たらいい構図に収まるだろうって。だから目ばっかり使って話聞いてないって言われちゃう時もあるけど。顔を洗って寝癖がついたままのかけるがニコニコしながらそう言って、俺と麻子も一緒になって笑った。幸せな時間が流れていた。俺と麻子は17年前に職場恋愛で結婚したが、なかなか子供を授かれなかった。結婚してから7年経ち、諦めかけた時にようやく授かった一人息子のかける。毎日違う表情を見せて、見るものすべてが初めての感動を全身で表現する。そんなの比喩と思っていたが、実際生まれてからは目に入れても痛くないほど可愛かった。ただ、俺も麻子も唯一心配していることがあった。それは、かけるの運動神経が恐ろしく悪いことだ。幼稚園では鬼ごっこでいつも一番に捕まってしまう。他の子供たちが楽々乗れる遊具に乗れず落っこちる。まだ小さいし、これから頑張ればいいと思っていた。しかし、小学生になって何度練習しても自転車に乗れないし、キャッチボールはボールを拾いに行く時間の方が長いし、自宅のいつも使っているような階段ですら何回も転んでしまうのだ。怪我が絶えず、いつもどこかしらに傷を作っている。かけるが成長するにつれ、心配は増していった。なんとか運動神経を伸ばしてやろうと、体操教室にも通わせてみたのだが、捻挫につき指。危うく骨折は免れたが、なかなか指導した通りに動けないかけるに、教室の先生も困っているようだった。かけるが寝室へ入った後で、俺と麻子は話していた。
も進歩はなしか。今日も足があざだらけになってたわよ。肘のあざもまだ治ってないのに、私なんだか見てられないわ。だが家業を継いでもらうためにはこのままじゃ。そこへパタッとスケッチブックの落ちる音がした。俺と麻子が音の方向へ振り返ると、かけるが目を伏せて立っていた。かける、まだ起きてたのか。ごめん、パパ、ママ。僕も頑張ってるつもりなんだけど、手足をどう動かしたらいいか考えてる間に気づいたら怪我しちゃうんだ。麻子が走って行って、かけるを抱きしめる。かけるは頑張ってる。それはパパもママも分かってるから。今日も足にいっぱいハザを作って痛かったでしょ。怪我を治すのにいっぱい寝るのよ。さあ、おやすみなさい。麻子に連れられ寝室へ戻るかける。スケッチブックを抱いてこちらを振り向き、泣きそうな顔でおやすみなさいと言った。俺は頭を抱えた。あんな小さな子供に怪我を負わせて、さらに気まで使わせるなんて、もうそんなかわいそうなことをしたくない。だが俺は父親の仏壇に向かって正座をすると、ため息をついた。親父ならこんな時どうしたと思う？口を舞一文字に結んだ父親の遺影は何も言ってはくれなかった。俺はビールを飲み干し、ため息をついた。ねえ、かけるに無理して運動させるのはもうやめましょう。麻子は泣きそうな顔で訴えた。運動に関わることは正直何をしても上手にはできないけど、かけるには絵があるじゃない。家業のことを考えるのも大事だけど、もうあんな悲しそうな顔させたくないわ。俺もほとんど同じ意見だった。できないことは諦めて、持ってる才能を伸ばす方が、かけるも笑顔でいてくれると思うの。あの子から笑顔を奪わないで。そうだな、俺が間違ってたよ。無理強いしたってそれで運動神経が良くなるわけでもない。そうだ、かけるを絵の教室に通わせてみようか。俺の提案に麻子は力強くうなずいた。翌朝、かけるはしばらく起きてこなかった。麻子が寝室をノックすると、とうなるような返事が返ってくる。俺はドア越しに声をかける。かける、今日習い事の見学に行ってみないか。返事はない。また体操教室みたいなスポーツをやらされると思ったのだろう。お絵かき教室だぞ。そう言うと部屋の中でドタバタと音がして、かけるが勢いよくドアを開けた。寝癖をつけたままキラキラした笑顔で俺と麻子を見上げるかける。その頭をくしゃくしゃと撫で、すぐ用意するよう言った。そうしてかけるを絵画教室に通わせることにした。かけるは絵画教室の日になると、絵を描く道具を持って早く早くと俺の腕を引っ張る。そんな繰り返しで腕力は上がったかもしれない、そう思った。その日も車でかけるを絵画教室まで送り、教室が終わるまでコンビニの駐車場でコーヒーを飲みながら待っていた。するとそこへ派手な格好をした3人組の若者が歩いてきた。一人はサングラスをかけ、一人は目深にかぶった帽子、一人はマスクをした男3人。おそらく10代だろう。ゆっくりとこちらに向かって歩いてくる。マスクをした男と目が合い、そらさずにいると、マスクの男は俺の目の前で拳を作ってみせた。おいおっさん、俺たち金なくて困っててよ、恵んでくんね。
男たちがずかずかと近寄ってくるのを避けていると、背中が壁にトンとぶつかった。若者たちは身長が高く、俺は三人に取り囲まれるような形になった。悪いが、見ず知らずの若者に見返りなくあげられるほどの金は持ち合わせてないんだ。どれくらい持ってんだ？明日もお天道さん拝みたかったら、有金全部出しな。そう言って、サングラスの男がポケットからチラリと光るものを覗かせる。俺は未来ある若者をこんなところで腐らせたくなかった。やめろ、お前ら、こんなことで人生を棒に振るな。せんだよ、金出さねえとマジでやっちまうぞ。帽子の男が私の肩に手を触れるか触れないか、その瞬間、遠くからカケルが叫ぶ声が聞こえた。お兄さんたち危ない！早くパパから離れて！あ？息子かよ。危ないのはパパの方なんだよ。何言ってんだあのガキ。やっちまうぞ、おら！その次の瞬間、三人の男たちは同時に弾き飛ばされて、駐車場の端に大の字に広がっていた。ああ、だからパパから離れてって言ったのに。三人はパッと起き上がると、あたりをキョロキョロと見回している。何が起こったのか、まるで分かっていないようだった。カケルが俺に走り寄ってきたので、車の中で待っているよう伝えた。何が起きたんでしょうか？っていうか俺たち、今、瞬間移動した？無理もない。俺がこの技を初めてかけられた時もそんな反応をしたことを思い出した。サングラスが吹き飛んでマスクは外れ、見えた男たちの顔はまだ若かった。体は大きいが中学生くらいかもしれない。俺は三人が起き上がってくるのを見つめる。当たり前だが怪我はしていない様子だ。おっさん、今何した？相手に怪我をさせずに、大人数を一度に投げ飛ばす雷動投げだよ。道場で弟子たちにも教えている柔術に、一子相伝の奥義を組み合わせた秘技の一つだ。俺がそう言うと、三人は拍手した。すっげえ！おっさん、何者？俺は、江戸時代より続く護身術、雷動流の使い手、第14代継承者、雷動タスクだ。怪我はしてないな。はい。あんなに吹っ飛んだのに、傷一つありません。そりゃそうだ。雷動流では、相手を傷つけることはしない。力は、正義を守るためにある、がモットーだからな。お前らは、この辺の学生か？はい。俺たちは M 中学の佐々木、白井、鈴村です。なんだ、M 中学って言ったら私立の名門中学じゃないか。バカなことやって将来潰すな。家だって貧乏なわけじゃないだろ。それは、まあ。先ほどとは打って変わって、弱々しく真面目な態度だ。話を聞くと、三人ともいいところのお坊ちゃんで、こんなことをしたのも今日が初めてだと言った。名門中学での勉強についていくことができず、はみ出し者と言われ、少しずつ学校をサボるようになったらしい。三人とも勉強が苦手な分、力への憧れがあったのだと。とにかく強くなりたい。誰よりも強くなって、勉強と違うフィールドでならトップになれるんじゃないかと、そう思っていたそうだ。そうして、近くの学校の力自慢と腕比べをしているうちに、周囲に恐れられるようになったのだそうだ。そうして気づいたら、引っ込みがつかなくなり、箔をつけるために今日みたいなことをやろうとしてしまったのだと。雷動流、すげえっす！三人で叶わねえ相手なんて今までいなかったのに、
しかも怪我させずに倒すってマジで正義のヒーローみたいで惚れました。俺たちがやってたことって結局勉強できないから逃げてただけでダサかったって気づきました。すいませんでした。そう言って三人は深く頭を下げた。帽子の男が車の中のカケルをちらっと覗く。お子さんにも悪いことしました。すいません。なんだお前たちいいやつじゃないか。もう二度とこんなことをしないと約束しろ。自分のためにも人のためにも。はい。カケルのことを気にして素直に謝ることができる若者たち。やろうとしたことは間違っていたが、正せばちゃんとまっすぐ道を歩いていけるいい少年たちだ。俺が車に乗り込み駐車場を出ていくまで頭を下げて見送る三人を見てほっとした。家に帰るなりカケルは朝子に今日の出来事を興奮気味に話していた。今日のパパかっこよかったんだよ。三人同時のライド投げ、お兄ちゃんたち謝ってた。何よ、もしかして喧嘩してきたの？違う、若者に絡まれただけ。でも話したらちゃんと分かってくれた。いい子たちだったよ。ただちょっとパワーが有り余ってて自分たちでもコントロールできなくなってたんだろう。そういうことね。若い子は元気が一番よ。朝子が夕飯の準備をしながら言ったその一言にカケルは悲しそうな表情を見せる。僕はパパみたいに運動神経が良くないから、柔術の道場も継げないし、江戸時代から続く雷道流の15代も継げなくてごめんなさい。朝子は慌ててカケルを抱きしめる。真正面から謝られてこんな小さな子に重い負担を感じさせていたことを俺は反省した。カケル、ごめんな。今まで辛い思いも痛い思いもいっぱいさせてきたよな。体操教室だって本当は行きたくなかっただろうに、家業のことを心配して通ってくれたんだよな。ありがとう。カケルにはカケルのいいところがある。絵の才能だってどんなに欲しくても手に入らない人がどれだけいるか。それにまだまだこれから新しい才能が開花するかもしれない。生まれる場所も才能も誰も選ぶことはできない。でもカケルにはパパとママのところに生まれてきてよかったって思ってほしいんだ。もう辛い思いも痛い思いもさせない。たくさん幸せを感じて笑顔をいっぱい見せてくれればそれでいい。カケルはカケルの道を歩くんだ。俺がそこまで言い終えると朝子は強くうなずいた。これまで一子相伝で14代まで続いてきた雷道流だが、カケルにはカケルの道を歩ませよう。親父だってご先祖だって悲しむかもしれないがきっと分かってくれるはずだ。今まで悩んでいたことからやっと解放されたように俺と朝子はソファーに座ってただただ沈んでいく夕日を眺めていた。カケルはその情景を描いていた。鮮やかなオレンジ色が少しずつ夜に染まっていく。穏やかに澄み切った心のような絵だった。それからしばらく経ったある日、インターホンが鳴ったので俺は外に出た。するとあの駐車場で絡んできた三人組がなんと綺麗に丸坊主になって並んでいた。どうした？いろいろと。先日はご迷惑をかけしてすいませんでした。それで今日は雷道という道場を検索してここへやってきたんです。三人はこの間のダボダボファッションをやめたのか、日曜日だというのに名門私立中学の制服をピチッと着ていた。まあ立ち話もなんだから上がっていけ。急にすいません、お邪魔します。三人を自宅のリビングへ通すと朝子がお茶を用意してくれた。
例の3人組だと理解したようににこやかに迎えてくれた。本当にすいませんでした。あんなことをしてしまった俺たちがこの家の敷居をまたぐことさえ許されないと思ってました。でもライドさんは受け入れてくれました。その懐の広さにまた感銘を受けています。そんなライドさんにお願いしたく今日やってきました。どうか道場でライドさんの家に伝わるライド流の術を学ばせてください。頭を下げながら話す3人はまるでこの間の少年たちとは違って見えた。中学生でここまでしっかりと自分の意思を固めてそれを相手に伝えられるとは、名門中学に入っただけある優秀な若者なのだろうと思った。しかしあの術は門外不出の一子相伝だ。俺はしばらく悩んでから言った。ライドウ流をライドウ家以外の人間に教えることはできないが、道場でやってる普通の柔術なら弟子として受け入れることはできる。どうだ、やってみるか、柔術の稽古。はい、ぜひお願いします。後日3人はそれぞれ親の許可を得られたそうで、丁寧に菓子折りを持って道場へやってきた。例の駐車場での一件については伏せていたが、親からの手紙には不良息子が改心しありがたく思っていると感謝の言葉が綴られていた。俺も道着に着替え、道場では準備体操から行った。軽いウォーミングアップの様子を見ていたが、3人のポテンシャルがここまで高いとは驚いた。柔軟性、動体視力、瞬発力、そして桁外れた集中力。もともとトレーニングもしていたようだし、喧嘩慣れしていて反射神経もいい。これは3人の行く末が楽しみだと思った。初日の稽古を終えて着替えを済ませた3人が、とことこと自宅の方へ向かってくる。あの、今日のお礼っていうか、この間のお詫びっていうか、何か手伝うことがあれば手伝わせてほしいんです。俺たちまだまだ体動かし足りないんで。根っこの真面目さはそんな気遣いにも現れていた。断るのもなんだし、朝子に聞いて困っていた電球取り替えや粗大ゴミの解体をお願いした。道場周りの草むしりや看板磨きなんかもやってくれたらしい。出会いこそ最悪だったが、こうして縁ができたのはよかった。3人にスポーツドリンクを渡すと、ものの5秒ほどで空になった。大粒の汗が輝いていた。その夜、かけるが寝静まった後で、俺と朝子は晩酌していた。なあ朝子、ライドウ流のこれからを考えたんだが、一子相伝で伝えられてきたライドウ流の奥義、かけるに自由な道を選ばせた今、俺の代で終わらせるのか、それとも才能のあるものを選び、そのものに継がせてみてはどうか。門外不出ではあるが、選ばれたものには護身術として広く伝えていくのはどうか。俺がそう投げかけると、朝子もこの考えに賛成してくれた。そうと決まれば道場の門下生の募集だ。かけるはポスター用の絵を描くと言ってくれた。こうして家族で形にしていけることは嬉しかった。道場には子供やその親がたくさん見学に来た。その中から希望者を募り、ライドウ流の奥義を教えていくことにした。もちろんあの3人組も教わりたいと言ってくれた。そう簡単に習得できるものではないのだが、筋のいい3人は見事ものにしていた。やがて最初の希望者たちにライドウ流の奥義を継承することに成功した。中には途中で諦めたり、頑張っても習得できなかった者もいたが、柔術の楽しさや武道の礼儀の大切さを広められたことは嬉しかった。俺はライドウ流の奥義を
一般の人にも知ってもらいたいという気持ちが芽生えた。朝子もかけるも三人組も門下生たちもみんなその意見に賛同してくれた。広報活動についてもみんな協力的だった。そんなある日、道場に一人の男性が入門希望とのことでやってきた。しかしその男は少し様子がおかしかった。身長は高く、体つきもがっしりと贅肉がまとわりつき、その体重の重さから日常動作で自然とついたであろう筋肉質な腕、着古した T シャツにやたらと伸びた髪の毛、30代後半か40代、それにしては幼稚なコミュニケーション能力。俺が身分証の提示を求めると、今日はあいにく持ち合わせていないという。それなら身分証を持って後日改めて来てほしいと伝えると、どうしても仕事の休みが取れず今日しか時間がないと言った。時間がないのでは道場に通うのも難しいのではないかと尋ねると、有給休暇を取るので大丈夫だから、とにかく入門させてほしいと食い下がった。俺ははっきりと帰るように伝えるが、男は頑としてその場から動こうとしない。辻褄の合わない会話、そして挙動の一つ一つが怪しい。だいたいさ、お宅が道場の王さんにはとても見えないね。色白で貧弱そうで、俺が手を出しても勝てんじゃないの？男は俺の体を上から下まで見下ろすようにして言った。そこへ朝子がお茶を持ってやってきた。あら、雷道流のことあまりご存じないの？体型に限定されず、技を習得すればお客さんみたいな大男さんでもひとっ飛びなのよ。朝子、いいから下がってろ。そんなわけないだろ。試してやろうか？男はそう言ってお茶を出した朝子の細い手首をパッと掴んだ。次の瞬間、キャー！朝子の悲鳴が響いた。道場にいた門下生たちもそのただならぬ叫び声に集まってくる。どうしたんですか？私はやれやれと首をもたげ指さした。その先には男が床に大の字になって伸びている。状況が飲み込めていないようでポカンと天井を見上げていた。キャー、ごめんなさいごめんなさい、手首をつかまれたからとっさに技が出ちゃったのよ。朝子はそう言って申し訳なさそうに顔を隠していた。男はむくりと起き上がると、朝子と俺、門下生たちをにらみつけて無言で道場を去っていった。朝子にも身を守るために雷道流の奥義を教えておいてよかった。技がきれいに決まり、男に怪我させることなく撃退できた。しかし男は何の目的で道場へやってきたのか。俺は戸締まりをしっかりするよう全員に念を押した。数日後、先日の不審なあの男が通りからこちらを見ていると門下生から報告を受けた。稽古の途中だったのでみんなに休憩を挟んでいてもらうよう伝え、俺は通りへ出た。例の男は俺に気づくとペコリと頭を下げた。俺はいつでも対抗できるよう身構えながら近づいた。うちの道場に何か用か？あの、弟子入りしたくて。男はもじもじとうつむきながらそう言った。俺は呆れた。あんな無礼を働いておいて弟子入りしたいとはどういう神経をしているのだろうか。俺はため息をつきながら男に言う。身分証は持ってきたのか？俺、身分を証明できるようなものを何も持ってないんです。実は俺18歳で親の期待通りの大学受験に失敗してからずっと引きこもりだったんです。親にも受験を強いてたのは自分たちの責任だって俺甘やかされてきて、この年まで働いたことがないんです。部屋の中で
インターネットをして、漫画やアニメを見て、食べ物や必要なものは親が買い与えてくれて、それで一生を終えると思ってました。でも、ある日漫画で出会ったキャラクターに勇気をもらって、俺も変われるかもしれない。人生の主人公は俺なのに、人が作ったフィクションに没頭する人生でいいのかって思ったんです。それで、まずはカーテンを開けました。次は窓を開けました。すると聞こえてきたんです。道場から楽しそうな声が。うち道場の真向かいなんです。両親はライドウさんのことも知ってると思います。それで俺もここへ来れば何か変わるんじゃないかって期待してきました。でもあの日、か弱そうな女性に投げ飛ばされて意味がわからなくなりました。やっぱり俺には強くなるなんて、普通に外に出て生きていくことなんてできないでしょうか。男は大きな背中を丸めて、ふーっとおえつをあげた。俺は全く予想外のトロにあっけに取られた。なんと声をかければいいかわからず立ち尽くしていると、かけるが後ろから声をかけた。お兄さんにもできることきっとあるよ。男はその声に鼻水をすすって顔を上げた。僕も正直運動神経が良くなくて自信をなくしてたことがあるんだ。パパやママに期待されていた分申し訳なくて、自分が嫌になるくらい辛かった。だけどパパとママは僕に違う道を与えてくれた。そして今は家族3人協力して新しいライドウ流の形を作り上げることができてる。もちろん僕も協力して。だからお兄さんにはお兄さんにできることがきっとある。それを一緒に見つけてみようよ。せっかく道場まで来たんだから、道場で教えてくれるのは柔術だけじゃないんだよ。男はコクンとうなずき涙した。そしてそれ以上にカケルの言葉に救われたのは私の方だった。そんな風に考えていてくれたとは、カケルがこんな立派に育っていたとは。ご両親と話をさせてください。君の前向きな未来一緒に作っていこう。ありがとうございます。ごめんなさい。男は小池と名乗り、俺としっかりと握手をして、その後小池家のご両親と話をし、道場の門下生見習いとして来てもらうことになった。それから時間が経ち、かけるも高校生になった。運動神経は相変わらずだが、身長もスラッと伸びて芸術肌なかけるは学校では結構女子にも人気が高いらしい。父さん、母さん、ライドウ流を紹介する本を出版するっていうのはどう？かけるの提案に俺と朝子は驚いて顔を見合わせた。技の解説のところは俺がイラストを描くよ。本を見るだけでもライドウ流についてイメージが広がるような、そんな本を出そう。どんどん世間に広めていこう。そう言って俺と朝子に笑うかけるはとても頼もしく見えた。そこからはトントン拍子にことが進んだ。自主制作で出版し、知り合いの道場にも置かせてもらえることになった。するとこれが話題を呼び、ライドウ道場には次々と弟子入り志願者が来るようになった。小池からの助言で、今の時代はインターネットを活用するべきだと聞き、オンライン講座を開講した。その後も小池が得意のパソコンを使って積極的に動いてくれ、 YouTube チャンネルも開設した。すると登録者数はうなぎ上り、道場の門下生はどんどん増え、道場を増築するまでになった。今までで一番忙しく充実した日々となった。最初は自主出版だった本もインターネットでの評判や口コミ、地道な営業が実を結び、出版社から正式に出版してもらえることになった。
出版記念イベントやスポーツ系 YouTuber として地方各地に呼んでもらえて、そこでは奥義の術演も披露した。あの時の3人組が技のかけられ役を務めているなんて、あの頃は誰が予想しただろうか。3人組以外の弟子たちもイベント会場の警備係や売り子をするなど進んで活躍してくれている。小池もパソコンを駆使していろいろなシステムを作ってくれた。門下一同で力を合わせて作り上げる雷道流、みんな笑顔で生き生きとしていることが一番嬉しかった。門下生たちの稽古を今はあの3人組がやってくれている。その様子を見ながら俺と麻子は書類整理をしていた。あなた、少し休憩を挟みましょう。今日はまだまだ長くなりそうよ。そうだな、息抜きしないと若い頃のようにはいかないな。俺はぐっと伸びをすると関節をパキパキと鳴らした。麻子はそれを見て笑う。あの頃はどうなるかと思ったけど、まさかこんな今になるなんて思わなかったわね。本当にどの出来事が欠けても今はなかっただろうな。そう考えると、かけるの運動音痴も神様がくれたプレゼントだったのかもしれないな。かけるに雷道流を継がせないことで俺の代で終えるものだと諦めたあの頃、先祖に顔向けできない不甲斐なさや麻子とかけるの気遣いが逆に苦しかった。それが今では多くの継承者に囲まれて雷道流は広く繁栄している。これからもずっとずっと伝わっていくだろう。大人子供性別問わず、自分の身を自分で守れる人が増えていくことは良いことだ。かけるがパパの役に立てないと泣いて謝っていた日もあった。それが今では解説のイラストを描いてくれたことをはじめ、試合のパンフレットや道場のビラのイラストも描いてくれている。大きな力になって家族を支えてくれていることは誇らしかった。小池もすっかり引きこもりを卒業して IT 系の会社に勤めながら道場のシステム関係の手伝いをしてくれている。もしあの時あの3人組に絡まれていなかったら、時々そんなことを思う。きっとこんな今ではなかったかもしれない。人生何がどんな天気になるかわからない。だから誰もが自分にできる中で必死に生きていくのだ。俺もできることを精一杯続けていこう。信頼する仲間たちと一緒に。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。